こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は樹山青追図です。雄大にそびえる周南山の木々の緑はいつまでも変わることがないということを転じて、弱いを重ねながらも長い間変わることもなく生気を保っている壮健さを称えます。樹山は中国の西安の南に位置する周南山の別称で、古来しばしば堅固なもの、普遍性の比喩に用いられています。例えから樹山青追図を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。